はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回も戦国バサラ3宴やっていきたいと思います。でね、ちょっとね時間が少し空いて久しぶりなんですけども、やっていきたいと思います。チコソが悪い。今回毛利編です。じゃあ難易度は普通より難しいです。やっていきましょう。いやマジで久々、末編から1ヶ月ぐらい経ってますね、多分。我が多分覚えてないですけど。さあどこ行こうかな。真田でも行く。いやな、行ってないところっつったらなんかあるかな。もう大体もう行ってるんですよね。雑賀行くかで、まあ装備はこんな感じか。封じて、あこれいいよね、壁。ああはいはいはい、また使ってみてかな。でもこれの方がなんかいい気がするんだよね。でもマジで久々すぎてもう覚えてない、まあ、とりあえず上げていきましょうね。上げていきましょう。アイデルジューシファー。じゃあドライブ、マジで久しぶりなんだよね。じゃあいきます。忘れ物ないよね。ないっすよね。バサラ屋も特にもう裏でレベル上げしてるんで特にないよ。し、行こう行こう。契約でなく力で雑賀を従わせようとでも。はい、我らも安く見られたものだな。いや結構最近までねアトリエシリーズやってたんで、なんか久しぶりのアクションゲームっすね。マジでバサラ久しぶりにやるんだよね。いい。金よ響け、我らは誇り高き雑賀衆。お前はこの後我らの強さを知るだろう。なるほどね、オッケーオッケー、了解した。小鳥は静かに身をかぶす。あ、いたいたいた。お前はどうだ。至る所に罠がありました。この我を落とし入れるだと。なんかね、この一手にて盤面をいてつかせん。こうなんか間に入れてね、挟んで攻撃するので。敵方が上か、認めよう、それが真実だ。そう、いやその戦い方もできるっていうのはありますけども、僕は下手なんで分かんないって。そうは普通にやっていきますね。貴様を脅かす要石となってくれよ。これがついんだよね、普通森さんは。何を見ている。これ式のことを我にさせるな。申し訳ございませぬ。でまあ捨て駒なんで、我ら呼んでも我らあとは用済みみたいな感じで。はい。とりあえず用済みと。もう久しぶりすぎる。命がいらないなら触れるといい。朝霞に昇る日輪、止められるはずもなかろう。邪魔をするな、我は忙しい。どうだろう、まあ、毛利は戦闘向けというか。たけだけしいな、それがお前の命の花か。愚物の天下にて日の本から日輪が消えよう。おいはいはい、そう毛利はね、これほどの窮状は石山以来か。
すごい挟むコンボとかあるんですけど、本当にできないんで。忠告しよう。で、これは爆弾と。一点突破など最後の手段だ。後悔はない。我らは時代に。なるほどね。戦に生きた。まあなんか世間ではモーリーのことをなんかオクラとかキュウリみたいななんか言われてたような気がする。お前に我らの名を託そう。それこそが誇り。まあ悪くないんじゃないですか。貴様を撃つ一手にて蜜は利が生じる。まあいいんじゃないですか。我に心はいらん。我の理解など求めぬ。ただ日輪とアフルル地だけがあればよい。我らがここまで追い詰められるとは。矢を連ねて来るのを3本程度が倒れ。よし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 。やばい、全然覚醒エリア解放しない。正念場だ。全ての弾を失う覚悟で挑め。はっ。落ち着け。過言では同士討ちとなる。我らを雇いたいとならばこの場を生き延びてみろ。モーリ軍はこれらしい。豊臣の全盛期挟むらしい。流れは我らが掴んだ。すぐにわかる。なんか世間の人がやってた。世間の人って何。なんかゲームプレイとかで見たらさ、こうやって挟んで攻撃してた。我らを阻むな。命を惜しむのであれば。 それ見たからさ、忠告する。やってみたいなと思って。我らの残弾が尽きることはない。我らの隠れ陣を見つけると。楽しければ全てよし。手心と心などとうに焼き切った。痛い痛い痛い。これ強いな。これ予感は我らを殺さない。これ強くないですか。これ非戦の戦士方を教えてやる。目ざといな。我らはそれを歓迎しよう。はいはい。勝利に微笑まれたいか。ムクは嫌いではない。秋の兵よ、百万一心にてかかれ。オッケーほほしん。この我の目を。これが長押しの通常攻撃。長押しが強い。ホタルさんどこいます。あ、下にいますか。下はちょっとめんどくさいんで無視します。そのまま前進しますね。まあ2000ぐらい人一動画でお送りしようかなと思いますね。皆の者ひるむな。つけ込まれようぞ。いで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 。秋毛利の名を知らしめる石台となれ。誇りを貶めるな。ああ、それだけはならない。この逃走状態の時はこれできないんだ。挑戦は不可能と見ました。なるほど。はい。はいよ。なんだろうな。モーリーは。みんな存分に働け。銃弾の嵐を起こし。戦場を吹き荒れろ。お任せあれ。あぶれあぶれ。痛い痛い。カルカが折れたか。我らに相対すなどつくづく運のないことだ。これより予備戦力を投入する。これいいね。これこの毛利ダイソン。死ぬ覚悟はできている。そうだな。撃破500。計算よりもやや早し。
怯えるこの吸い寄せる感じね。一丸とする知恵者もよしよし、数と能率の敗北か、認めるわけにはいかない。オクラ奇襲、オクラの天ぷらめっちゃうまいっすよね。俺結構オクラ好きなんですよ。危ねえ、これいけるかな。おい、今は天下など得ずともよい。300年、この光属性確かバード後のように毛利家は生き返る。惜しいね、お前は最下に来るべきだったな。どうした、我らは一騎打ちには付き合わない。よう、お前は死をこの我らに奇襲をかけるの。誰が何と言おうと貫け、それが誇り。その誇りは自由という名の誇り、重責からなる誇りには及ばぬと知れ。痛い痛い痛い、名を教えよう、二度と忘れられぬように。なかなかむずいね。貴様には見える数百時の行く末が。そう睨む、ね、我らも最初はただの人だ。指先が震えるか、久しぶりの経験だ。どこにいる信長が。おい信長、この世すべてを悪鬼とすれば永劫に敵はない。天にとどろき、マジ焦げついた香り、我らを取り巻く愛しき香りだ。えてててお、むずいね。ちょっと普通に戦おう。私の名を告げ。難しい。そして生きよう。板挟みはむずいですね。はい、さあどんな感じ。耐えよ耐えよ、これ式の傷どうとでもなる。なんか傷負ってんの。手駒の血で大地を人土に濡らそうと我が一手にて追い詰めるのみ。あーもう捨て駒は使い捨てよ。はい、じゃああと1戦ぐらい、13分ぐらいか。まあまあまあ、信長上がったね、いいっすね。はい、まあ、今回も積極的に大吉狙っていきたいと思いますけども、つづら兵ね。波風の、はい、お市のところに出た。お市か、オッケー。いやマジでね、久しすぎ早く市を目覚めさせて。久しすぎ、ななあれ久しぶりが言えんくなった。この夢から、久しぶりにやったからね。たまにさ言葉出てこん時あるよね、俺だけかな。すごい位置っすね。はい、金ヶ崎。王様、行かないで。魔王、魔王はなここに健在なのだ。はい、はあ、いきなりか、いきなりひどい、ひどい。我が軍の兵士ではないか。
あなた誰？位置を知っているの？ひどいな。魔王だ！魔王の後釜がここに！物言う人形は物言わぬ。はい、兄様、守ります。だから難しいな、元なり。なんか扱いが。これぞ一の居場所を奪わないで。なかなか難しいぞ。俺たちの大御殿は死なねえよ。むずいな。夢を見る、夢を見る、夢を見る、夢を見る。よしよし。俺はここです。助けてください。クズども、そのままそこでほうけておれ。きつい。明かり燃える。やめて。みんなを知らない。誰もいないの。みんな喜んで。兄様が褒めてるわ。モーリーむずいな。なかなか難しい。消え去れ、我が駒となれ。よしよし、まあ、とりあえずちょっと何だろうな、モーリーは。何も見えない。ここはどこなの？きついな。どこ行った？見ませい！敵軍が海のごとく叫ばせる！きつい。きついきつい。きちきちきち。きちなあ、森。息がまるで嵐のよう。炎、光、いや。何をしている大御殿。進め、攻めるのだ。魔王の血は取り引きでは倒れぬのだ。これ当たれば強いな。暗い。いや、当たるまでちょっと感覚が難しい。残酷なのね。1からどれだけ奪うの？ HP が。まあ多分捨て駒に戦わせるんだろうな。明日は我らの手の中ぞ。祭り上げよう。現世の魔王は大御殿なり。織田最高の2位となれ。はい。はいはい。これがな強いんだけど。六方から囲み、同時に打ちかかるのだ。うよ。
感じ。まあ、使い方が下手なだけなんだけどね。蜜は利が生じよ。確一なる人引き、読みやすいことこの上。我ながら儚い人生であった。結構範囲狭いんで、意外に攻撃広そうなんだけど。豊臣時代を生き抜いた、その知恵のしたたかさよ。なんと早すぎて決着を見逃した。よし、とりあえず次行こう。おお、眠らせて、誰か一を眠らせて。最近ね、兄様とたくさんお話しするのよ。なんだこやつらは。駒以前の話であろう。秋の兵よ、百万一心にてかかれ。ほほメソメソなんてしていないわ、本当よ。落ちた今。そうだ、さたれ、さえずれ、我らが魔王よ。これは強いわ。このおひや、光に弱い。これは強い。ちょっと固有技見てからだよな。この技の出が遅いから、その間に攻撃されますね。あった、動けない。早く立って、お市様。だって俺らは魔王軍。うん、俺応援だけで疲れた。あと1回出てくるしょ、一が貴殿、拙者の剣を受けられるほどの鍛錬を。はい、なんか笑ってない？敵方の儚さよ。届かんか。拙者もあのような活躍をしたいのだがな。何度でも蘇る、まさに地獄の夢のもと。兄様は死んだ？何を言っているの？生まれちゃった。これ隙ができるからな。したくない。どうして嘘をつくの？綺麗ね、敵意がまるで嵐のよ。やだ、もっと来れ。まだまだ落ちろ大御殿。キノコは嫌、園のお花が燃えていく。はよー、織田残党ども、貴様らの心根が一番の罪を。いいんだよ。やば、これは俺たちの魔王だ。
そう、キャンセルできないからむずいんだよね。今日ここで今日は笑えるな。一回ね、爆弾死んだことあるんですよ。一番辛い死に方したからね。えい、もうバサラ技で沈めるか。思い出せない、乗らせて。待って、お願い。おお、朝だ、日が昇ったぞ。サレ、怪我の足。はい、オッケー。分かってた、この胸の穴は埋められないと。耐えよ耐えよ、これ式の傷、これ式の傷、どうとでもなる、どうとでもなる。手駒の血で飛ばします。なるほどな。はいはい。おお、スロットカップした。会計2枚か、少ないな。え、なになになに、なんか証拠をもらった。 Thank you for playing。 もしかしてなんか100時間超えたとかある？もしかして100時間超えた？まさか。はい、新たな合戦が勃発。京都花火祭りね。我の方策に異を。はい、ちょっと証拠だけ見て終わろうかな。ちょっとね、結構ね、裏でね、裏作業で、こう集めてるんですよね。ギャラリーらしい称号で、まあ、全ての武将天下統一達成とか、喧嘩大将、どれ、あ、やっぱりね、100時間全武将レベルアップとか。そうそう、あと63点でですね、そうもらえるんで、装具がこれでコンボになる、あ、コンプするんだよね。まあいろいろやっておりますけども、はい、まあ、こんな感じですね。はい、じゃあちょっと今回は森編ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。